はい、本日はですね、こちら12月に着たい洋服をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、いよいよ年内最後ということになりました。12月もね、やっていきたいなと思うんですけども、まずは足元からいきましょう。足元ね、靴何履いていくんですかということなんですが、今回2足ございます。まず1足目、見覚えのないものを出しましょう。そう、こちらです、ズドンということで、僕先月ね、11月に欲しいエアージョーダンのスニーカーがあるっていう話をお話しましたよね、覚えてますか。その時にエアージョーダンのシカゴってやつが欲しかったんですが、こちらの残念ながら買えておりません。残念ながら買えておらんくて、プレネで買おうかなと思ってたんですけど、思ってるより高くて6万ぐらいしとったんですよ。でもそれやったらもう同じエアージョーダンでちょっとちゃうやつにしようかなと思って、結局はですね、こちらズドンということで、こちらのエアージョーダンの、タクシーっていうモデルかな、ちょっとまあ僕オレンジとか黄色結構好きなんですよ。だからこのモデルにしました。でこのモデルに関してはですね、嫁に言っておりません、で何やったらこっそり隠しておりました。で隠し方としてはですね、こちらのように椅子の下に隠す。職場の椅子の下はこの辺はね結構穴場なんですよ。だから皆さんもし何か隠すときはですね、この椅子の下に隠すっていうことをね、ぜひやっていただきたいなと思います。っていうのもこんな感じでね、着用したときにパンって足元だけね、あのアクセントするっていうことも、まあ、これはこれであるじゃないですか。だからもっと例えばやけど、こう上をブラックで重ね着して、もうブラックやったらちょっと飽きるから、足元だけパンって色あるとかっていうの、これはこれでいいんちゃうかと。今ちょっとねパーカーがベージュやから、ちょっとあのうるさい感じもせんではないけども、あの非常にいいでしょうということで、こちらがまずはですね、今月着たい洋服、まあ、靴やねんけども、この形で紹介させてました。いつ言うかは、迷っております、このまま隠した状態ではいかれへんので、ね、どっかでは暴露しなあかんと思うんですけども、これも一応プレネなんやけども、そんなに大した額じゃなくてね、もともと2万円ぐらいの、定価はエオダンでそんなもんなんやけども、これに関してはね、2万5000円ぐらいかな。それでこのスニーカーダンクっていうところでね、ポチりました。僕大体プレネで買うっていうのはここで買うんですけど、まあ、これ本物保証ちゃんとついてるからね、買ってみました。まずこれが一つ目で、次二つ目っていうのが、とは言いながらも最近よく履いてるのって、僕意外とエアホースのゴアテックス結構最近履いてるんですよ、このモデルね。でこれ普段がもうメインで履いております。なんでこれ履いてるんかって言われたら、なんでかわからんねんけども、なんか病みつきになっちゃったんですよ。だからこういう細いパンツとのね、相性ももちろんいいし、それ以外にあったらこうゆったりしたねスウェットとかでもこういうエアホースって合うじゃないですか。あ、意外と結構いいなと思って、あの他オーネのようにとか、そういういいやつを履きすぎたら一周回って、こういうちょっと重たくて、あの履き心地ちょっと頑丈なやつもね、たまにはいいなと思って最近ずっと履いております。なんやったら関東一周はずっとこれであの回ってたんですけど、もちろんゴアテックスやから防水になっておりますしね、非常にいいんじゃないかなっていうのが2つ目です。最近意外とハマってます。だから他オーネを、ね、逆に履いてないっていう状態で、次ね3つ目が何かっていうとですね、まあパンツでいきたいなと思うんですけど、まあ、まず今履いてるパンツね、これが僕が作ったアルパインライトパンツ、ノースフェイスのアルパインライトパンツのマッチ版にしたいということで、ノースフェイスのアルパインライトパンツ、ここにノースフェイスってロゴ入ってあるんですよ。ちょっとそれ街中では測れへんかなと思った時に、まあ、そのスタイル、その細さを重視して、ノースフェイスのアルパインライトって無駄にスキニーじゃないんですよ。ちょっと余裕があるから大人の細いパンツで履けるんですよ。だカフェとかでも行けるっていう感じで、こうやって普通スウェットに黒パンなんかしたら、もう休日のおっさん感出ちゃうじゃないですか。だからそうならんようなシルエットにこうしたんですよね。でそれをまあ履いてるっていうのがメインと、あとはですね、まあ、ちょっと寒なってきた時にこれめちゃくちゃいいよっていうのが、ノースフェイスの、レッドランなんとかっていうこの中綿の入ってるパンツ、これ近々ノースフェイスおすすめのアイテムっていうので絶対買うべきっていう動画で紹介してますけども、これはマジで買うべき。もう僕のパンツは以下置いといて、もうそれはええんやけども、これちなみにあの予約販売も始まりますよ。そろそろ始まるから皆さん見ててくださいねとは言っとくけども、まあ、とにかくこのノースフェイスのパンツは買っててください。これ買っといて、あの文句なることない、もし文句あるっていう場合はね、あのもしいつでも全然いつでもいいですわ、あのゴールドウィンに問い合わせてください。僕には一切言わんといてください、ゴールドウィンはね24時間多分そんな体制になってると思うので、いつでもお待ちしてます。ゴールドウィンの方にやってください。僕には一切連絡はしてこないでくださいね、ということでこのレッドランパンツ4点目ということでね、非常にいいかなと思います。で5つ目っていうのが何かというと、もうこれちょっと今もうないのでサクッといきますね。僕が作らせてもらったポーラテックのフリースになっておりますね。でこれに関してはね、もう完売しちゃったんですよ。すぐもうまだレビュー動画出してないのに完売しちゃったということで、ブラウンもね
あるんですけども、まあ、今回はまあこれで合わせるんだブラックの方がいいかなということで、ブラックを着ておりますけども、ほんまにねありがたいことに瞬殺でした。まあ、また年明けちょっと多少リストックはあると思うので、また再入荷通知とか設定しておいていただければ、あの他の方より早く行けると思うんですけど、こんな感じどうですか、さっと行く感じで、そんな無理してる感じないでしょ。33歳でちょっと無理してゴテゴテ色を使ったらうざいけども、まあ、これぐらいだったらね、まあ、ちょっとゆったりした感じで、あの色も入ってるし、まあ、かっこいいんちゃうかなと思って、思っておりますっていうのが、5つ目でね、次もおすすめなんやけど、これもちょっと在庫がない。何かというと6点目、アトム AR フーディでございます。これはちょっと日本全国探してもないんちゃいますっていうぐらい、もう今なくなっちゃってるんですけども、じゃあアトム AR じゃないとあかんのですかと、アトム LT じゃダメなんですか。あ、すいません、あの僕着てへんからタグつけっぱなしなんやけども、もう多分着ることないと思いますけどもね、じゃあそういう風にね、どっちがいいんですかって聞かれる方もいらっしゃるんですけども、はっきり言います、迷うぐらいやったら絶対にアトム AR、絶対もう今年は諦めていいから、来年また9月になったら出るので、そこまで我慢してくださいっていうぐらい、これはめちゃくちゃいいので、ちょっとこういうねスポーティーな感じの印象になるんですけども、まあこれはこれでねめちゃくちゃ使い勝手いいし、結構ちっちゃくなったりするから、また旅行の時とかも使えるんですよ。でね、ちょっと汚れたりとかしてもね、またそれはそれでね洗えたりもできるしっていうことで、まあめちゃくちゃ万能やからねいいんですけども、おいおいおい在庫ないやつばっか言わんといてくれって言われるかもしれないけども、結局在庫ないってことはそんだけやっぱ人気なんですよ。でなんで人気なんていうと、やっぱA からなんですよ。 A から人気ないけども、じゃあ在庫残ってる、山ほど残ってるやつで紹介してって言われたら、やっぱりこれちょっと微妙やなとかっていうところもあったりするんですけども、まあ、僕個人的に今回の狙い目っていうと、このパンツやと思います。あのレッドランなんとかパンツ、これは今めちゃくちゃ在庫あるし、まだ誰も言ってないから僕も押しますよ。今年はこれをとにかく買ってくださいって言ってるので、これ買っていただければいいかなっていうのが6点目で、次7点目っていうのが、最後何しようかなと思ったんですけど、やっぱりダウンですよね。でダウンに関しては、去年まではねずっとこのヌプシを着ておりました。でこのヌプシ着てて非常にいいんですけども、やっぱりねもう破れてきてるというか、綿とか結構出てきてるんですよ。でね、僕の場合ってこうやって YouTube でねご紹介させていただくじゃないですか、まあ、なのでこれ以上ちょっと劣化が進むと、もう比較とかができなくなってくるんですよね。だからもうそろそろ寝かせるタイミングかなと思って、全然使えますよ、使えるんやけども、比較する時とかにもうボロボロなっちゃってたら比較にならんので、まあちょっとそういうところで、まあ、今年はちょっとダウンジャケットメインで変えようかなと思ってて、今候補としては3つ用意してます。まあ、1つ目っていうのがこのバーモットの、なんていうダウンやったかな、ダウンなんとかダウンとかいうダウンやったと思いますけどもね、まあ、このあたりとかは機能的にいいかなと思って、まあ、一回着てみようかななんていうふうには思ってたりもするし、まあ、それ以外にもやっぱりモンクレールって一回着倒さなわからんなと思って、今いいとか言ってるけども、実際ワンシーズン着た時に結構へたるとか、ワンシーズン着た時に結構擦れるとかっていうのもやってみようなわからんかなとも思ってるし、それ以外にやったらちょっと安牌狙いますけども、安牌で言うとやっぱりナンガのこのオーロラライトっていうダウンジャケット、これもやっぱいいですよね。まあ、そういうところで言うと、一番保温力はこのマーモットが一番ないから、まあないかなとも思ったりするんやけども、でもかといってこのナンガのオーロラライトはクオリティ高いの分かってるから、着る必要ないんちゃうんって言われたらないじゃないですか。だからまあ自分個人的には試してみたいなと思うのは、今まで試したことないこのマーモットも、最初モンクレールとかも試してみたいなと思うんです。じゃないと普通に普段 YouTube やってへんくて着るってなったら多分これになっちゃうんですよ。もう何も考えると最強ダウン着といたらいいやんって思っちゃうし、新しい冒険せんくなるんでね、まあ今年はこの3着のどれかで行こうと今は思ってます。ただ年上げてみたら結局寒いから嫌やとかなって違うやつするかもしれんけども、今現時点ではねこの辺りがちょっと今年の有力候補、今年のというか今持ってる中でも有力候補になってくるんかなっていうところが、今月着た洋服ということになっておりました。でね、いろいろコーディネートこうやって合わせていくうちに、例えばジョーダン意外といいなとか、普段僕黒のスニーカーしか履かないんですけど、たまにこう色を入れたいなとかっていう時とかは、まあ、こういう合わせとかもいいので、シカゴの値段がもうちょっと落ち着いてきたらね、そのあたりでポチったろかなと思ってるんですけども、そうなったら、一気に2足買ったことを言わなきゃいけないのでね、嫁にバレちゃうんですけども、この動画でバレてるやんけって思う方いらっしゃるじゃないですか。ご安心ください、僕の動画嫁見ません。全く興味がないんですよ。全く服のことについて興味がないので見ないんですけども、皆さんが余計なコメントをすると、なんかコメント入ってるぞっていうことで動画確認されますので、余計なこと言わないようにね、宅蔵靴買ってるぞとかね、そんなことは言わないようにしてそっとしておいていただければ、僕ら夫婦もね円満に過ごせるんじゃないかということでね、今回はですね、今月着たい洋服というのをご紹介させていただきました。だから皆さんのコメントっていうのはですね、一つの家族を崩壊させる可能性もありますので、ね、嫁コメントだけは見てます。コメントだけはね、管理画面で見れますので、なんかすごいコメントあるけども、これなんか変なこと言ったんとかって言われたりしたら確認されますので、静かにお願いします。ということで本日
はですね、今月着たい洋服12月編ということになっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。